そしたら、佐々木さん、同じく北海道、佐々木さん。聞こえますか？あ、聞こえます。はい、はい、あ、全国の皆さん、こんにちは。はい。札幌の佐々木です。勉強させてもらいます。よろしくお願いします。はい。なんか言うことないですか？勉強させていただきますので、はい。あ、そう、聞きたいこととかそういうのはいいの？また後で。はい、はい。じゃあ、なんか食ってる中川君だな、これな。お前、よくミーティング中になんか食えるな、お前。これから仕事？ちょっと前まで。で、ただ腹減ったっていう理由で食ってんの、なんか。まだ飯食ってなかった。そう、バカ野郎だ、こいつ。全国の皆様、大変失礼いたしました。申し訳ない。少なくともお前、これちゃんとしたお前、新人のミーティングなんだからよ。ペットボトルでちょっとぐらい飲むのはともかく、食うってのはどうなんだ、お前。申し訳ございません。全くもう。改めまして、九州熊本の中川でございます。はい。皆様、全国の皆様、日々の新人活動、大変ご苦労様です。はい。ですね、まあ、簡潔に、俺話長くなっちゃうから、簡潔にいきます。お願いしますよ、本当に。今日はちょっとある方の、体験談をちょっとお話ししたいかと思います。ある方の体験談ですよ。この方の半生なんですが、まあ、幼少から幸せとは決して言えない環境の中で育ちましてね、その中で人格が壊れてしまうような幼少期、思春期があって、まあ、その延長線上に20代がありました。その20代っていうのは、まあ、うまくなってるのかな、ざっくり言うと、あらゆる自身の欲望のために道徳があるというような、ね、すごい傲慢な、もうひたすら自身の欲望を満たすために道徳を利用するというようなね、そんな心根のままこう20代過ごすわけです。まあ、心根がそもそも下すれ不道徳なものですから、どんどん人は離れていきますよね。仕事関係、友人、果ては、まあ、当時いた家族やなんか、迷惑をかけて、裏切って、ね、悪辣なことも悪辣と思わず平気でしてしまうような、まあ、結果、一人になって、で、それで反省するかって言ったら、全然反省しないんですね、この男は。で、それをまた反省もせず、ただ自分の欲望を満たすためだけの自己正当化に終始して、顧みるところも微塵もない。そんな生き方をずっとしていくわけです。そうすると、必然的にだんだんエスカレートしていきますよね。で、それが結局、生まれ育った地を離れる原因となって、悪道の道に進んでいってしまうと。まあ、その方は東京出身なんですけど、東京を離れ九州に来るんですね。で、まあ、九州の反社会勢力に身を置くようになります。その行き着く果てが、結構これはインパクトあって、まあ、どうと皆さんが取るか分かりませんが、その行き着く果てがその方の30代なんですけどね。ぶっちゃけその方のその30代っていうのを簡潔に言うと、32歳から47歳までの15年間の間に、実社会にいた期間はわずか3年程度。ほとんどは塀の中、つまり刑務所の中にいたそうです。バレてんだよ、もう全部。いいんだよ、最後まで聞けよ。一応俺、台本作ったんだからさ。バレバレなんだよ。ね、で、塀の中にいて、多少なりとも反省するどころか、またさらに中で悪行を重ねて、塀の中で、その塀の中にいる期間を増やすような、こんなどうしようもないクズだったわけです。もう、クズというか、社会の底辺に落ちても、
重ねるんですね、この悪行を。まあ、で、その塀の中で様々な犯罪者とこう、寝食を共にして、その中で、まあ、本人も同化しながらね、つぶさにその傾向と実態を目の当たりにしてきたそうです。で、まあ、客観的にその、ここで、法務省で出している統計の中でね、再犯する犯罪者の傾向としてあるんだけど、こう、特徴として、こう、憤懣から激情に駆られる。でこう、いや、法務省の方、このあれにね、出てるんですよ、そう。いや、ぴったりじゃん、ぴったりじゃねえか、お前。で、あれで、3度以上の再犯者が構成する割合というのは非常に低い。これ、数値的に出てるんですけど、構成に至るのは、その再犯者、まあ、初犯で刑務所に入って構成するっていうケースはまあまああるんですけれども、この、再犯を繰り返すものの中で、その再犯者全体から構成するのは1割、2割程度っていう、こういう客観的な統計が数値としてあるんですね。で、その人間っていうのは、都合4回刑務所に入ってます。で、まあ、その統計からもまたその塀の中で見聞したその実態からも、その人がその後まともな社会生活を送れる可能性は、まあ非常に低いわけです。そんな命の人間なわけです。まあ、その方が塀の中で疲弊した心を引きずって47歳で社会復帰したとき、様々な憤懣、激情から行き着いた感情は、定年、諦めでした。まともな生活などできるはずもなかろうという、しかしその定年の中にですね、また再び繰り返すようならば、もう生きることをやめようと、そう強く思っていたそうです。その頃からですね、何がしかにこう手を合わせるということを自然にしておりましたそうです。そしてその出所の際のある保護司の計らいで宗教に入るんですが、この宗教がつまり、神道系の大元という教団です。ここからはちょっと少し端折り省略します。恥ずかしいところも多々あるんで、いいんだよ、他人の話でしょ、他人の。まあ、ある起源で仏教に行き当たり、その教義を追求せざるを得ない状況になりまして、結果豊田さんと縁して日蓮宗師に入信するわけです。入信して様々こうあったそうでね、そもそもがこう、まあ、先ほど先述した通りの命ですから、その悪辣な癖は随所に無意識に出ます。そのたんびに豊田さんに叱られて、で、うるせえな、このクソ親父ぐらいの、こう、ね、悪行を吐いて、で、まあ、開き直ったら、今度、お前、死ぬまで所在しとけ、とこう言われてね、ああ、そうですか、と。ああ、そうですか、と。こう、その通りにしたらしいですよ。で、まあ、三昼夜した時もありましたそうです、と。その時はね、本当にニッチもサッチもいかない状況で、精神的にも自暴自棄。何しろこう、死ねって言われて開き直ったわけだから、劇場と憤懣を通り越した精神状態なわけですよ。例えばだからね、今、三昼夜、頂戴し続けてみる、正常な状態の時にしてみると、とてもとてもできないことと思います。で、したら、やっちゃったらしいんですね。朦朧としながらも。でも、そしたらですよ、ありえないことが本当に起こりましたそうです。それはね、空からなんとかなるものがこう降って降りてきたような、そういう事柄じゃなくてね、自分がなんとか動けばなんとか立ち行くっていうことが、こう、自分の環境の中でこう起こったと。その方は動きましたよ。具体的に何したかって、二十数キロ歩きました。それをなんとか掴むために。なんともどうにもならない、日もさちもいかない状態ですから、使えるのは自分の体しかないっていう、そんな状況だったんです。そしたらね、
なんとかなっちゃったんですね。なんとかなっちゃいました。さあ、これでうまく軌道が修正されて落ち着いていったっていうわけでもまたないんですよ、これが。また、これをね、これをまたその後、あと壊すんですね。もう自分の自らの振る舞いで。本人は正当と思える理由は本人曰くあったらしい。まあ、その時にかばう人間もいましたしね、いたらしいですが、それでも自らひっくり返してしまう。まあ、余談なんですけど、そのかばってくれた方っていうのは、つい先日、先週か、僕と同じ年なんだけど、亡くなりました。孤独死で。で、まあ、そこはまた詳しい話は端折りますけど、結構、じくじたるものが、あるそうでね。まあ、それ、まあ、ちょっと外れましたけど、まあ、その後、甲虫でも、相変わらずの悪癖が出て、もういいやとなるような出来事があって、さすがに退店は考えなかったんですが、まあ、終始自己弁護に終始して、一人でやっていこうなんていうね、こんな、こういう根性ですよ。で、また豊田さんに再び、そんな根性でどうすんだと、甘いんだよ、その方が、と。こうね、叱られましてね、それこそ、こう、馬乗りになって襟首つかまれるような叱咤激励をこう、受けましてね。で、その、素直には、こう、はい、わかりました、なんていうのもう言わないようなやつですから、こう、不祥不祥、不祥不祥をこうやり始めるわけです、こう。不祥不祥ですよ。だけど、ただその中で、その、信じるっていう、この、会談の大御本尊様、有事一人血脈相助、日蓮召集の教義、ただただそれを信じて、それを繰り返す。っていう中でね。で、その中で、まあ、豊田さんの叱咤激励が終わって、そうやっていることを繰り返しているの時に、まあ、笑いながらなんですけど、笑いながらちょっと愚痴を吐いた時に、まあ、俺は仏様以外に何者にも依存なんかしてないよっていうね。この言葉が、やけにこう重く響いたらしいんですね。その時に、その人が思ったのは、自分なんかどう思われてもいいさという、そういう思いで、ただただ、唱題を繰り返していました。こう、統計的にも実体的にも治りようのない命。今現在、この人は様々な問題がまだ解決してないと、こう嘆くわけです。でも、僕はこの方に言いました。いらある、今、現在、お前にあるものを言ってごらんと。そうすると、その方はね、しばらくこう、応能して、家族っていうような。そうなんですよね。今この方、一軒家のお家、そして奥さん、そして義理の母、義理の息子、義理の娘がおります。そして、なおかつ、4匹の猫と1匹の犬がいます。これ、統計的に現実的にもありえないことじゃないかと。まあ、ぶっちゃけ、話の途中でぶっちゃけてましたけど、要するに、この方っていうのは、僕のことです。わかりき、みんな知ってる。わかっとるわ、みんな。はい。はい。まあ、これ、ね、今、あるものは何って、こう、問うたのは、多分これは、唱題を重ねる中での、多分僕の中にある、仏性の本の一文かと思います。家族が今の僕の最大の味方で、突き詰めれば、今、横におります、妻です。ただただ唱題していたら、この悪癖のある命を僕を助けて、格好つけさせてくれるんですね。でも、ゆえに、この妻はまた最大の敵となる時もあります。うん、あんた私にそんなこと言えるのとかね。もう頭からこう来るわけですよ。僕からすればすごい理不尽に感じるんですね。はい。ものすごい理不尽でこう涙が出るような思いをする時も多々あるんですが、またね、その義理の母、今目の前におりますが、そして義理の息子、義理の娘がね、また種類は別なんだけど、別のことでまた負担苦労となることも多々あります。だけど、
それが家族が、この環境が実は僕に、このニンニク業、あのニンニクって食べるニンニクじゃないですよ、皆さん。ね、ニンニク業ね。ニンニク、ありがとうございます。なんでニンニク業、恥ずかしい、恥ずかしい、これ違う。こう、思ってるわけでございますよ。ね。ああ、まだ、でね、まだまだこの悪癖の命がね、ところどころで顔を出すんですね。だけど、こういう家族がそういうニンニク業を与えてくれることで、そのたびにこう、下を向いて、こう、忍んで、すいませんねって、こう、こう、するんです。すごいやるせない、憤懑はこう、ある、ある、あるから、また大勢に向かう。そして、こう、10分でも20分でも障害する。それを繰り返していくと、少しずつ少しずつ、こう、支障になっていくんですよね。それはね、本当に感じるんです。あの、ちょっとずつちょっとずつ症状になっていく自分のこう命を、それを感じた時にこうものすごい歓喜って湧くんですね。嬉しいっていうか、うわーっていう、これがそのきっと孤独なのかなっていうことを最近感じております。だからこうね、叶わない、解決しないってないでって愚痴るっていう、それはもう、なんていうのかな、この出来損ないの凡夫風情の勝手な思い込みであって、実は無意識に気がつかないうちに、自分の預かり知らないところで、自分の周りがこう整頓されて、自分の作用になっている。そもそものお託した命が求めるものなど、ゲスなものでしかないんだと。で、まあ、今月のお講で、愚痴は方々ですよっていうことをね、ご説法されてくださいました、通い寺のご住職が。厳しい腰なんだなと思ったんですけど、全国の皆さん、本当にそう思いませんか、ね、なんで笑ってんの、豊田さん。泣いてんだよ。ああね、本当に大して変わりのない自分ではあるんだけれども、確信していることが一つあって、どんなそのあれで負い目があろうが引け目があろうが、とにかくね、前に出ましょうよって。不出来な自分でも、不出来な自分を晒して、こう明掃除にご住職に日蓮召集に芸家様に仏様に前に出れば、いろんなことがこう起きます。また起こらなければダメなんだと思います。それでも淡々と前に出続ける。そのうちね、すがすがしい気分になります。なんか、これちょっと MK が強いからそういう傾向が強いのかもしれないけど、まあ問題はたくさん抱えてますが、僕は今そんな気持ちです、ということで、長々とありがとうございました。いや、素晴らしい、ありがとうございます。ありがとうございます。いやね、鈴くんというか中川くんはね、本当は根っこはね、ものすごいまっすぐだ。まっすぐな人ですよ。からね、本当にね、これから伸びると思います。で、本当に人生をね、取り返せる。今までのね、間違いないですよ。そこで、その理不尽なことを言ってるかっていうかどうか確認するので、さん。